朝鮮朝顔はナス科の植物。園芸用にはダチュラの名で広く流通しているほか、マンダラゲ、キチガイナスビの異名もある。原産地は南アジアであって、朝鮮は口述の通り特定の地域を表すものではなく、朝鮮半島原産という意味は持たない。日本へは江戸時代に薬用植物としてもたらされ、現在は本州以南で来か野生化したものが見られる。 日本に到来したのは、白花用市長選朝顔よりも前だが、国内の個体数は少ない傾向にある。一年草、草丈は1メートルほどで茎はよく枝分かれする。葉は大型の卵型で、長さ10から20センチメートル、幅7から15センチメートル、夏から秋にかけて、長さ10から15センチメートルほどのロート状の白い花を咲かせる。額は筒状で、 長さ4から5センチメートル、先が5つに分かれる。果実は、休憩で直径3から5センチメートル。短い棘が多数ついており、中に多くの種子が入っている。こなすと荒れて種子を飛ばす。有毒植物で、傾向後30分程度で口活が発現し、体のふらつき、幻覚、妄想、五感など覚醒剤と似た症状が現れる。 成分は、ヒオスチアミンヒオスチアミン、スコポラミンスコポラミンなどのトロバンアルカロイドなどである。朝鮮朝顔の薬効は古くから知られており、中国秋代の医学書、本草項目にも、幹部を切開する際、熱種に混ぜて服用させれば、苦痛を感じないとの記述がある。ベラドンナや、走りどころなどと同様にアトロピンを含んでおり、過去には、鎮経薬として使用された。 世界初の全身麻酔手術に成功した江戸時代の医学者である花岡聖州は本種を主成分としていた生成した麻酔薬通りセ酸を使用していた。このことから日本麻酔科学会のシンボルマークに本種の花が採用されている。薬用植物ではあるが毒性も著しく強く、基地外なすびといった別名を持つ、オウム心理教が脱羅の技法と称して、 信者を洗脳、自白させるための薬物原料日本酒を用いたため、園芸名のダチュラにもマイナスイメージがついた。近年では、エンジェルズ・トランペットの名で、園芸店で販売されている場合が多い。和名の朝鮮は特定の地域を表すものではなく、在来種、日本のものによく似ているが少し違う、という意味での命名である。また、朝顔の名を冠してはいるが、朝鮮朝顔は、 ナスカに属し、ヒルガオカに属するアサガオとは別種である。単に花がアサガオに似ていることによる命名である。注意点として、園芸関係では、キダチ朝鮮アサガオ族の植物をひっくるめて、区別せずに、ダチュラ、朝鮮アサガオなどと呼ぶ場合もあるが、キダチ朝鮮アサガオ族は、木本化する多年層のグループであり、明確に種類の異なるものである。ありがとうございます。